始まりました。本日のカンクロといっぱい第、はい、始まりましたか。何夜ですか。第4夜って感じですかね。第4夜、本日もスペシャルゲストをお呼びしておりますスルーされた高校の同級生しゅんやくんです。はい、おはようございます。夜ですけど、こんばんはですけど。こんばんは。おはようございます。こんばんはです。おざす。時系列狂っとるんか。ブーだがブーって、お前これは本当に手玉だった場合、本当に結構ガチで許せないわこれは。あ、俺じゃないわ。いや、お前だよ。俺じゃない。いや、お前だよ。俺じゃない。絶対手玉だよ。ブーとか一番良くないよ、お前。俺じゃない。手玉しかいないんだよね。はい、ありがとうございます。何ですか、しんやくん。今日最後です。寂しいな。最後の夜です。もうお前たちに美味しいご飯を作ってあげることもできないのか。なんかもう作りたくないって聞こえるんだけど、もうお前らにご飯作りたくないっていう風に聞こえる。そんなこと言ってないだろ本当は。どんねえ、これ俺のタオルゲットなんだけど、ね、もう俺のタオルゲット勝手に温度下げたんだからさ。もう俺のタオル下げたと思うじゃん。あげたんだよこれ。嘘、本当じゃあお前の感覚が狂ってるわ。寒い本当にね、寒いんだよ。え、結構ガチで上げたよ。ちなみにガチで寒いの。でも変えよう、またじゃあ温度上げて。上げよう。じゃあ一回さ、今カンクロテッカーに時間だからさ、あんま冷房のこと気にすんなって。分かったよだから今日最後なの。寂しいな。本当は寂しいよ。本当に。本当は何の本当はって。いや本当はどっち。じゃあ何を引き出したいの俺から。いやもうなんか本当にうざかったっていうことを引き出して、まあ、強いて言うなら、うん、この毎度のじゃんけんですか。強いて言うなら、うん、そうだな。何が嫌だった。缶とペットボトル散らかしすぎ誰分からん。お前さ、すぐさ俺の名前出させようとするけど、缶も俺ペットボトルも結構割とかする。誰分からん。多分結構飲み物買って買いにさせてる。多分鉄はだから多分鉄はふざけんな。いや俺もそうだけど、結局ね、お皿もしっかりだからね。結局ね。おい、なんでだよ。結局鉄は焦っちゃうよ。結局鉄はお前言わせてるわずっと言わせてるわ。じゃあ、ね、じゃあ一つ言わせて。あの、どこに捨てたらいいか分かんないんだもんどこに捨てたらいいか分かんないかって、その辺にほったらかすんか。いや違うだって見て、このゴミ箱ティッシュとペットボトルと缶共存してるからね。このゴミ箱捨てる時に俺が分別してるんだからいいんだよ。いや、それはさ、嫌じゃん。俺いいよって言ったじゃん。でも嫌じゃん、ティッシュ触るの嫌じゃん。悪いの誰。何これ鉄の。お前さ、うざっ。鉄は悪いですこれ。これ完全にふざけんな。120% 鉄も悪いよな。違う。だからこれをここのゴミ箱に捨てるのが申し訳ないと思ってしまったから、缶とかはちょっと置いといたっていうだけ。何もういい。何喋っても俺が悪いんでしょ。もうだって不適されてる。不適されてるよ。分かった。これ逆切れってんだよ。分かったごめんなさい。これでいい。ごめんね。これでいい。うわ、大人としてどうなの。誰が悪いじゃねえんだよ。はい、残念。タオルゲット返して。はい、残念。このタオルゲット心地いい。はい、ということで千葉終わりました。本題はそこじゃない。終わっちゃったのか。今日であの深夜とお別れっていうことが本題ですよ。うわ、寂しいな。どういう気持ちですか。ちょっといや、本当に率直に、うん、まずありがとうございました、ね、いや本当に全然助かりました。助かりました全然。それとご飯を本当に何も言わずに作って待っててくれた、本当にありがとうございました。それとどうですか。それとリアルは、あ、もう深夜のご飯食べれないのかっていう気持ちは結構リアルだね。リアルだね。それとお前さ、人にさ言わせるのさ好きだよな。それでどんどん悪口引き出すの
これ強くない全然全然全然これ強くない全然別に何とも思ってないのに全然全然別に俺何とも思ってないのに悪口言わせようとさ俺も別にさ思ってなかったじゃあ別にさ、うん、そこで終わっときゃよかったのにさなんかそれとそれとって求めてくるからさねえねえ本当はそれしかないの逆にそれしかないのでも今言ったから全部そのままいやいやそれしかないのお前はうんそんぐらいかなうわどうご飯だけだったでしょいや違うご飯だけだったよ俺はご飯だよお前話人の話聞け俺はご飯なんだ人の話聞け今長田が全部言ったからそんぐらいじゃんっつったんじゃん何求めてた何を求めてたこと全部何今日の会は俺を悪くする会これ普通に俺の好感度下げる会なのこれね、下げたいならいいよ別に、ね、下げたいならいくらでも下げてもらって構わないですけど別にダメージないんであと冷房寒い冷房もねあと冷房寒すぎ一つ気になる結構これあの聞いてる人にも聞きたい除湿と冷房ってどっちが涼しいの冷房でしょ冷房だよね、うん、冷房だよね、うん、今除湿だからねこれえなんで除湿してんのえだからもわもわしてたから向こうが向こうもわもわしてんのにこっち閉めちゃったの今向こうっていうかここら辺がでも除湿の方が涼しい涼しくないでしょだから除湿にしてるから寒いんだよじゃあ矛盾してるってじゃあ矛盾してる冷房の方が涼しいんでしょ冷房の方が涼しいよ涼しいそれは温度調節ができるから、ね、で除湿の方が寒いの、うん、どういうこと除湿はただこの部屋の湿気を取ろうと、うんめっちゃあれよ除湿の方が涼しいじゃん風を強くしてやってるから寒いこの湿気を取ろうと頑張ってんのこのエアコンは、うん、えじゃあ除湿の方が涼しいってこと今現時点ではね寒いじゃあ冷房が涼しいでさ毎回思うけどさそう寒いの普通に結局さ鉄馬が悪いいつもこれ寝る前に結局設定するの誰いつも鉄馬だよねいや気づいた気づいたでも昨日は寝れたでしょ寒くなかったでしょ昨日はだって俺2時間で消えるように設定したもん覚えてないだから寒くなかったってことじゃん覚えてないってことは誰が歩いてる今の話で誰が歩いてどういうことだ今の話だよおい本当に文脈ラリっとるわほんまにおかしな話ですねだから路線がもうどんどんずれてますけど今日千葉県最後なんですっていう話をしたいってずっと言ってんじゃんあそっかそっか千葉県どうでしたじゃあ千葉県、はい、え千葉県マジ秒だったねマジで秒思い出なんだろうなマジで千葉県の思い出は、人が良かった、うん、深夜のご飯が美味しかったロッキン楽しかったこの3つですね思い出いっぱいだ結構今ギュッてしましたけど寒っ、うん、温泉も良かったしねあー良かったね良かったねサウナめっちゃ気持ちよかったね整いまくりでしたねでもあれサウナがちょっとぬるかった水風呂冷たいっていうあれ逆が良かったねちょっとサウナそんなぬるかったサウナちょっとぬるかった気がするわねえしゅんほんとやめてそういうのほんとにこれやめてって言うじゃんやめてって言うじゃんやめてって言うじゃんこいつ川崎で同じことですよこいつ川崎マジでマジで同じことですよあれは寒すぎて下のシーツかぶってたからね今シュンヤがやってることと同じことやってたシュンヤやめて寒いんだもんじゃあさじゃあ待って待ってシーツじゃんけんしようシーツじゃんけんシーツしこれなしとしてあのあれかけるカーペットじゃんけんあのあれタオルケットじゃんけんでは待って普通消せばいいだけじゃないので消したら、ね、消してよじゃあ消してよじゃあそんなさ消していいのじゃあそんな言うんだ消してじゃあ分かったそんな言うんだったら消せばいいじゃんそんな言ってんのお前らだろずっとじゃあ消して熱いって言うのよじゃあでも知らない知らない何知らないって知らないって何知らないってどういうことあと明るいじゃあ冷房にするよじゃあちゅんやいいのね冷房 28度冷房でいいのねじゃあ冷房で28度、はい、で1時間後であとリビングが明るい
てめえ1時間後だ、ね、で、しゅんや、はい、しゅんや、ティッシュティッシュ、うん、テツはティッシュお前がさお前がさてくガチで暗い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 っつったり明るいっつったり何なんだよマジで。これでじゃあ振り返りましょうか。そうだよ、だから最初はそれがやりたいっつってんじゃん。そうだね、振り返りを始めようか。それもうまあ、いい、ちゃんとピンって直して、ピンってよし、しゅんよだれ垂らすんだから。俺すぐ枕臭くすんだよな。それで、まあ本日千葉最終日になりますね。そうだね、うん、千葉を振り返って、うん、1日目、千葉県の千葉駅にて路上ライブありましたが、うんはい、いかがでしたか。マジで良かったね。具体的に一番人来た、あ、二番目ぐらい。はい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 。新規で泊まってくれた人が多かった。ああ。だ初めて、だからあのテーマにのっとったことができた気がしますね。ああはいはいはい、確かに。うん。初めて出会ってくれた人が多かった。CD も、ね、CD も売れたね、いっぱいね。うん、嬉しかったね。でもめっちゃいい街ってイメージですね、千葉は。柏はどうでした。柏もだから良かったんじゃない。逆にそのなんかマイク使わない感じが、はいはいはい、あそこだったら路上ライブしやすそうだね。もうしやすいけど、まあしやすいね。しやすい。俺もちょっとやってみようかなと思った。ほんと？いいじゃん。あそこだったらなんか全然気にしないでできそう。あそうだね。でマジ座って座りながらね、ね、こじんまりとね、うん、全然いい感じに、うん、そうで今度やってみる。お、春夜柏路上ライブデビュー、うん、フィニッシュはまた追って連絡します。いや誰にも言わずに突然やる。何それ、何それ。俺らには言って。分かった、木だけ送るわ。木だけ送って、うん、頼むから47中にやって1回。オッケー、いけないけど。そうしたら電話しよう。出ます。歌ってんのに。どういうこと。え、電話つなごう。どういうこと。お互い。ああ分かった分かった。いい、うん、いいよ。誰が悪い。え、誰が悪かったよ。テスはおい、そのお前らの2人の間でのできた空気感のせいをさ、俺のせいにしないでくれね。ちょっとその変な空気になったことが。いや本当にさ、これラジオなんだからラジオっぽくしようよ。最初から言ってんじゃん、俺は振り返りしたいって。そしたらお前ら誰が悪い誰が悪いって始めてさなあ。じゃあここでお便り一通来てます。来てねえよ来てねえよ。いつも来てね、どこに届くんだよ。いつお便り来てどこに届くんだ。何ですか。ペンネーム、うん、ちょこっとタバスコかけたかったなさんから。俺のパスタに文句言うんじゃない。俺のパスタに文句言うんじゃない。文句とかじゃなくて、シュンヤがパスタの何パスタか教えてくれるうるさい。違う、シュンヤ何パスタなのっつって。そんな教えてくんのかな。見てないよ、その何よく LINE 電話。え、嘘言ったっけ。言った。だからタバスコとかチーズ買ってった方がいいかなっつったら、全然全然お便りが来てんのうるさいな、そっちの人来てねえんだって、ま、言い訳すんな。また鉄馬だね、うるさいのと。で、まあ、お便り来てますんで、はい、シュンヤくんが、はい、名指し、しゅんやくんに来てるんですよ。しゅんやにメッセージ、はい、お手本。あの私なんだ、質問、はい、しゅんやくんのこの世で一番好きな食べ物って何なんですか。あ、しょうもね質問やな。しょうもね質問やな。いつなんかいつ来てます。いつですか。はい、ハンバーグですか、ね、ハンバーグ、ハンバーグ。ハンバーグなんだ。おー、広げられんかそれでな。え、ちなみに、うん、ハンバーグのソースとかって広げてるわ。あ、広げてる、広げてるわ。ハンバーグのソースですか、うん、めっちゃ広げてる。いろいろあるじゃないですか。あー、確かに。オリオンソースとか好きです、ね、オリオンソースなんだ、うん、それはどういった、あれで、え、どういってどういった理由で、どういった理由で、やっぱあの玉ねぎの甘みが肉の旨みを引き立ててる感じがする。食レポ入ってるわ。
なんでラジオに食レポっているの？な、いらねえだろ絶対そこ広げない。ちなみに何グラム？ちなみに何グラムって、お前ハンバーグの量の話しとるわもう。まあ欲を言えば200グラムぐらい。200割と少ない。少ない、ね。割と少ない。150グラムがまあ標準の量だとして。ほえ、まあ。プラス50グラムあると嬉しい。相槌の癖。ほえ。ほえって何？付け合わせの備え付けのあの人参とか食べる。お供え付けってなんすか？お供え付け。人参って食べる。人参はいらないですね。俺めっちゃ好きやのに。お前だけ聞いてないだろ今春夜の意見しか。ありがとうございました。いきなり終わるやん。はい、いきなり終わるやん。ね、うるさい誰か。誰春夜うるさいの。いつも。もうやめようぜ、もう、じゃあ、もうやめよう、これもうやめよう、もう普通にラジオでもなんでもないから、これもう、ね、なんでもないよ、これただ喋ってるだけよ、これな、ね、なんでもないよ、これ、ね、マジで、大丈夫、これ、俺、ね、流せんのね、いきなり黙るし、ね、いきなり黙るし早く進めて、じゃあそんな喋るなら何とてもロッキンがですね、ロッキン唐突唐突、とても楽しくて、うん、そりゃそうね、やっぱなんかこの音楽を間近でやっぱりこうね、うん、プロのアーティストのね、はい、音楽を感じてくるとやっぱねより一層気合が入ると言いますか、それはそうですよ、僕たちもまだまだやってもっともっとでかくならなきゃいけないなって思うところであるんですけど、しゅんや君今日誰が一番良かったですか？言ってねえんだって、俺が先にちょっと言ってねえのよ、ちなみに今日誰のどの曲が言ってねえか分かんねえぞ、言ってねえんだよ、聞く人間違ってるだろ、俺だろ聞くの、聞くならな、言ったの、言ったよ、お前と一緒に言ったよ、言ったのじゃないよ、言ってんだよ、仲悪いよお前、言ってるんだからね、本当にロッキン見て、本当にロッキン出たいですって話をしたじゃん、ロッキン出たいねって、で、誰がで、誰が良かったですか、誰が良かった、いや、まあそれはやっぱでもそれで言うとハンプバック結構今さっき話に出てたからね、ハンプバックやっぱ印象残ってんのかな、へぇ、うん、ハンプバックなんだ、うん、あっさー、いづちあっさいわ、興味ないやん、興味ない、聞いといて、お前聞いといて、確かに確かに、何回よかったですね、なんで一言いきなりいきなり一言だな、めっちゃやっぱりパワーを感じましたね、うん、あの会場を一気にまとめるっていうやっぱあの、うん、本当にすごいなっていうか、うん、あだってあの僕たちの親世代の人とかも、うん、のことも少年少女って言ってましたからね、うん、やっぱこう会場ね一体にできるっていう、まあ、僕たちもね、うん、まだまだできそうな力をねやっぱ学んでいかないとなっていうのはね、じゃあ何にしますか、ランディ言ってねえのランディさんは出てないのよ、別に言ってないのランディさんの話は、別に知らなかったよ、だからハンズバックがお客さんのことを少年少女っていうなら僕ら何て呼びますかっていう、ボーイズ&ガールズ、うんうん、この国籍変わった、俺があるよじゃあ俺があるじゃあね、じゃあ俺があるじゃあ俺がある、まあ、どっちがね、どっちがあれだったのか分かんないけど、ボケが悪いのか、うん、ツッコミが悪いのかね、ちょっと分かんなかったけど、こんな空気感にしたのはやっぱ俺が悪かっただよね、うん、普通に分かるようになってきてよかったね、うん、本当に俺が言わずともね、言わずともね、うん、本当に、うん、分からせ、後者が悪いじゃん、これどう考えたってお前らで空気感作れんだからもうやりようよ、そんなん普通にもうやめようぜ、もうこれもうもう長い長い、もうちなみにね、うん、どのくらいやってるかっていうのだけを、うんうんうん、20分何曲やってるね、はい、昨日もね20分ぐらいやってたんですよ、うん、薄い内容、今日はずっと、はい、ずっと薄い内容、昨日も、ね、2回目のランディさんの時ずっとね真剣な話してた、真剣な話してたね、ずっとなんかふざけてばっかり言うな、まあそれぞれの色があっていいんじゃないですか、まあですね、確かにね、それはそうなんですけど、まあ、とりあえず
あの千葉県ありがとうございました、3日間ということで、はい、明日から埼玉県に行きます。はい、埼玉県は朝霞と埼玉新都心ね。うん、めちゃくちゃ朝霞は分かんないけど、うん、埼玉新都心はめちゃくちゃいい場所でね、もう一回やりたいと思ってたんで、ね、こんな早くできると思わなかったからね。ね、大宮は全然できなかったけど、あんま言っちゃうんだ、こういうのは。まあね、まあ、全然できなかったよな。できなかったよ一回も。ちょっとだから朝霞がどんな街なのか分かんないから。けど聞いた話にたまにね、路上やってる方もいらっしゃるので、はい、そうなんです。ちょっとまた調べつつ、そうです、ね、明日夜行くんでね、はい、明日明後日朝霞と新都心ではいやりますんで、よろしくお願いしますということと、はい、千葉県3日ありがとうございました、春夜もありがとうございました、ありがとう、ロッキー楽しかったですと、はい、いうことでございますんで、はい、今日は寝ましょうかね、皆さんも、もう飲んだでしょ、今日もメガジョッキ飲んだんじゃん、21分だから ね、メガジョッキ飲んでんじゃないの。春夜まだ飲みきってないな。春夜まだ、あの、三口ぐらいしか飲んでないよね。三口も飲んでないじゃない。三口飲んで多分コーラ頼んでる。コーラ多分三口でコーラ飲んで真っ赤になってるコーラだよね。で肉来てうめえっつってるね、これ。そうだね、その段階かな。俺やっぱ久々に電車通った気したんだけど、俺だけ。はい、鉄馬だ。なんで完全に鉄馬だ、ね、今俺が悪い主任やし、なんでずっとそっち側なの、なんでだろうね。今のはちょっと、今のはちょっと悪いね。もう喋った方がいいんじゃない、最後だから。最後だしね、確かに一気に喋ろうかな、うん、いいよ。うーん、何喋ろうかなって思ったんだけど、やっぱ二人とも頑張ってほしいなっていう気持ちはやっぱりあります。はいはい、はい、え、ちょっとラジオでこの空気感やばいって、ね、ラジオでこの空気感やばいって、今の間も結構やばいって、普通にやばいよ、春夜。やばいね、今春夜やばいって、喋り続ける、喋り続けなきゃダメなやつでした、ね、うん、いや今のはしょうがないよ。なんでよ、なんでしょうがないですか。だって鉄馬が、まあそれはね、俺も言う、雑になってるよ、だん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 、その俺が悪いっていうくだり雑になってるからね。本当に、まあでも、はい、3日、4日、はい、4日ぐらいいたんだっけ、家に。いましたね、今日で4日目。やっぱ4日間、出ていくときしか寂しいだろうけど、はい、埼玉行って、そっから次群馬だっけ。そう、群馬です、ね、群馬行って、どん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 離れていっちゃうわけでね、うん、いやね、半年ぐらい会えないと思うけど、やっぱ一回り大きくなった姿をね、全部終わったまんまで見せてもらいたいなって思ってるんで、うん、なんか泣いてる、なんか、うん、鼻が詰まってる。まあ、ややこ、こいつややこいな、いや、泣きそう、ややこいな。その大きくなった姿を楽しみに、俺は誰テロン、誰今テロンって言ったの、本当に俺。いいとこだったのに。お前さ、自分で自分を潰すなんて、決まらないのが俺だから。くいや、どこがかっこいいね、それの。決めて、ちゃんと、はい、最後決めてください。そうだからね、辛いことあると思うけど、はい、自分がどうなりたいか、目標を忘れずにね、最後までやりきってもらえたら嬉しいなって俺は思います。いや、ありがとうございます。やりきりますよ、本当に、うん、ありがとう。帰ってきたらご褒美ちょうだいね、しゅう、また。うん、じゃあ唐揚げかパスタか。うわ、いいな。唐揚げパスタで、じゃあ唐パスタで。唐パスで了解です。唐パスで用意、唐パス用意して待ってるんで。よいしょ、ありがとう、頑張って、いってらっしゃい。よいしょ、ありがとうございます。じゃあ、ということで本日のスペシャルゲスト、はい、ここの同級生、はい、しゅうやくんでした。ありがとうございました、さよなら。うん、いきなり締めんな。自分勝手な締め方したの今。はい、ということでですね、本日の、カンクローと一杯第4夜、はい、この辺でね、お開きさせていただきたいと思います、はい、また次回5夜、5夜ね、どっかでね、どっかでね、できると思うので、また次回お楽しみください。はい、はい、ということで、カンクローといっぱい終了いたします。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。